もしも古のビルダーだったら、ビルドはなるべくストーリーに活かせるように前にやっておきたいけど、それは終わってからやっております。古のビルダーとは白地のことなんですけどね、大きい土の形をしております。古のビルダーがね、この世界を全部作ったんですよ。それはどういうことなのか、そんなことをね、白地の立場になって考えながらやっていくだけのことなんですけどね。ムーンブルクに戻ってきて、ムーンブルクにない部屋レシピをどんどん作っているところなんですけども、ここはですね、すごい敷地が広いんですよ。一応ここね、塔が立った時点での領域で、ここのね、地下はね、まだ掘ってなかったんですよね。ちょっと掘ってみましょうかね。ここにこれがありますね。でもまだここは空洞につながっています。ようやくここに出てきました。なるほどね。まあただそれだけなんですけどね。反対側もあるわけですね。なんかここ行けないんだよ。ああ、向こう側か。で、ここが敷地の中なんですよ。じゃあちょっとここを掘ってみますかね。
ああ、置いて。でっかいんですよ、ここは敷地がね。頑張ってこっちは掘ったんだけどさ、上が掘られてないんですよね。まあもういちいち掘るのはもうきつかったんで、もう諦めたんですけどね。本当はね、でっかいさ、迷宮状にしたかったんですけどね。やっぱり広くなればなるほど面倒くさくなりますね。だけ掘っちゃおうかな、こっちに。結構広いですね。もうちょっと掘っちゃおうか。なんか掘り出すとね、掘りたくなっちゃうんだよな。ここになんか部屋レシピを作りたい。やべえ、こうやって掘っちゃうとね、掘りたくなっちゃうのよ。止まんなくなっちゃうんですよ。このさ、広い空間がさ、
埋め尽くされてること自体がもったいないなって思っちゃうんですよね。でもキリがないな。どうしよう。どうしよっかな。でもあともうちょいだね。この上がさ、まあもうちょい掘ってみようかな。上に貫通しない限り、上がさ壊れない限りは、まあすごいテナントが開いたハイビルみたいな感じ、ハイビルとハイ地下街みたいな感じになっちゃいます。ああこれが限界かな。限界かもしれない。一応掘っても大丈夫だけど、やめよう。隙間だね、ここ。隙間だ。空はどうなってるか。あ、こうなってる。ってことはね、
完全にここは完全にここは、どうなってんだ。雪で埋もれた町の、雪で囲まれたところだね。まあこの部屋を生か、この空間を生かすのも一つの、でもね、半分外にありますから、ここはあまり利用できないと思うんだよね。一応めって、あ、違うな、ここだ。あ、ここは置いてある。そしたらここにヘアレシピを立てたいなと思います。ヘアレシピ、アラクエの寝室関係もあ、でもカントリーどっちはどっかにあるね。ちょっとカントリーどっちを変えた方がいいと思いますね。どこだろう、カントリーどっち。もうないかもしれない。カントリーどっちを探せ。部屋じゃなくなってる。部屋が壊れてる。ここあれだったんだね。ここが部屋じゃない理由。ああ、そこですね、多分。あ、でも違うな。あ、ここか。これは別に埋めても大丈夫。
でもこれさ、ものすごく小さいから記録しちゃってもいいんだよね。お腹空いてるね。ドア。ドア。広すぎるのかな。広すぎたか。ちょっと広かったのかな。ここがちょここがどうだっけ。この上は何だっけ。この上はないんだよ。この下は何だ。多分今さっきのとこがカントリーロッジで変わっちゃったかもしれないね。覚えてないんだよな、どこに何があるかってね。まあ試しにもうもっと潜ってみるか。寝室がまだあるかもしれない。基本的にみんなさ個室持っちゃったからね。雑魚部屋みたいなのはいらないんですよね。
多分ね、カントリーロッジもうないんだよ。どうしよう、どうしよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、窓でも貼っちゃおうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。ちょっと待ってね、ビールのショップ。荒くれだから、壺とね、壁掛けがいるんですね。あ、そっか。カントリーロッジはこっちのグループだから、これからは進化させられないんです。ちょっと勘違いしておりました。ただこれ農具飾りがないと作れないから、あ、前回作ったのかもしれないね。そうだね、ちょっと間が空いてて、壺と壁掛け、椅子明かり、壺、壁掛け、壁掛け、あと椅子かな、椅子、あとなんだっけな、すぐ忘れちゃうな。明かりか。違うんだよな。ベッドが8、ベッドが8個ないとダメです。
これ手に入るんだね。そしたらね、これ関係か。あ、これは あるんだけど、これとこれはあるけど。サンゴがない。サンゴ。サンゴ今持ってないか。サンゴを取りに行こう。今回はここまでにしようかな。